ます。任天堂 DSi。 今回やるのはスーパーマリオラクヨン DS です。任天堂。このアドベンチャーを押すとアドベンチャーができるというわけです。僕前回このファイル A では140個スターを取ったんですが、その残りの10個がわからないので、とりあえずそこはいいので、とりあえずそこは抜かしてファイル B のニューにします。こちらに遊びに来てください。ケーキを作って待っています。ピーチより。ジグム。よし、マリオ。ルイージとマリオ。ヨッシーさん、ヨッシーさん。マリオさんが戻ってきません。よし、冒険の始まりだ。とりあえず動きは十字か。よし、ここは A でやった方が、 A は B か。 B 地の後ろすぐそこ、マリオ様大歓迎。クッパお帰りください。ここから人52。セーフトボタンを押してキー設定に入ると3つの操作を選びます。一番初めはワイドスチモードから B ジャンプ、押したままで踏ん張りジャンプ。 R しゃがむ。 A 食べる。もう一度押す、吐き出す。 Y 押しているとダッシュ。 4 で、キー設定って、あ、これね。じゃあ今やってるのはワイドスチモードか。じゃあこれだな。これが今のマップらしい。よし、ではこっちに行きます。じゃあ城の中へ。鍵がかかっている。あらら、扉には鍵がかかっているのです。例えばさっき、ウサギは鍵をくわえて走っていきましたよ。ほう、ヨッシーさん、僕たち地上ブラザーズをお手伝いします。下画面を見てください。周囲のマップを映します。カメラで僕らにお任せ。 L で
ヨッシーさんの背中に回り込みます。 X で距離を変えます。それじゃあ行きましょう。ほい、よし。お、この光っている鍵か、これだな。よし、では A でビルやってみます。相変わらずヨッシーの声ってこういうの。ここはちょっと読まないでおこう。ここも読まないでおこう。ウサギからお城の鍵を取り返した。いよいよお城の中へ。ずっと前にお城に入ったマリオたちはまだ戻らないままだ。ここまではセーブしました。セーブをする。いつも俺スター取ったらセーブしておくんだけどね。まあそれ140のスターを取った時の方なんだけど、それはあれや、それはうん、 DSI ブラウザーで言えばあれなんだかな。ようこそいらっしゃいませ。誰もいませんのでとっととお帰りください。ガハハハハ、これは まさか。ヨッシーさん、あなたも来てくれたんですね。ピーチ姫も僕たちもみんな壁の中に閉じ込められちゃいました。クッパはパワースターを使って絵や壁や絵の中に怪物の国を作ろうとしています。マリオさんたちがスターを取り返しに向かいましたが、戻ってきません。もうどこかでお昼寝でもしてるんでしょうか。ヨッシーさん、マリオさんたちを見つけ出して一緒にスターを取り返して、頼りになるのは あなただだけです。マリオさんたちは確か左側のボム兵の円の中に円の部屋に入ってきたんです。そう、絵の中って言えばやっぱ最初があれなんでしょうか。あー、ここ、あーそう、ここだ。山の上のボムキング。ほう、とりあえずよし、いけ。マリオを追いかけて閉じ込んだ先は危険な戦場のど真ん中。一体マリオはどこに。まずは赤いボム兵に話しかけてみるといい。 A で話ができる。きっと力になってくれるはずだ。ここは読まないでおこう。下画面を見てください。バサバサしたよ、そのとおり聞いてたよ。え、音を聞こえてたらバサバサ
だからこれやってた。だから夢を見たのだろうとさ。そう。夢ちゃん寝かせるからね。すごくいいね。うん。すごい大きいね。今度の時には夢ちゃんを夢に来たらまた夢ちゃんを来たから。とりあえずここはちょっと。あれじゃん、イヤホンしてやればいいじゃん。